いやー聞け、わたつみの声来ましたか。期待しない、望まないでしょ、うん、私はね、上原良二さんの、最後の言葉をよくよく思い出すんですよ。特攻隊で乗っていって、で、この上原良二さんっていうのは結婚する予定だった女性を当時、不治の病とされていた結核で亡くしてるんですよね。で、その奥さんになる予定だった人の身内の方にものすごくよくしていただいた。でも動員がかかって、学生の身でありながら学徒出陣で特攻隊に入らざるを得なかったというところでね、最後にこういう歌を読んでるんですよ。実は長いんですけども、最後の方だけ端折って言うと、天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから、何でもありませんと、明日は出撃ですというふうに言われていて、最後の一言がね、やっぱこうずっと胸に残るんですけども、歌劇にわたりもちろん発表すべきことではありませんでしたが、偽らぬ心境で以上述べたことです。何も傾倒立てず思ったまま雑然と述べたことを許してください。こっからですね。明日は自由主義者が一人この世から去っていきます。彼の後ろ姿は寂しいのですが、心中満足でいっぱいですということでね、客観的に見たら死に向かっていく自分の姿はすごく寂しそうで、この世に残す何もなくって一人ぼっちで旅立つようだけども、内心満足でいっぱいだというんですよ。それはもう日本が戦争に勝つか負けるかとかではなくて、そして死後の世界がどうなるかこうなるかではなくて、向かうべきところを見つけたっていうことなのかなと私は思うんですよね。で、まだまだこの方のね、上原良二さんの文章っていうのは長いんですけども、これをね、やっぱ二十歳前後でよく書き上げたなと思いますよね。すさまじい密度の濃い人生だと思います。今はすごく便利な世の中になって、どんな書籍でも、どんな文章でも、どんな音声でも手に取るようにスマホに集まってくるのに、当時情報がなかった、検閲されていたこの時代にここまでのことをね、頭の中で構築できるっていうのは、とてつもない才能が特攻によって失われたんだなと思いますね。で、今才能は育ちにくい世の中になってきました。なんでかっていうと、自分を育てることを忘れた人ばかりだからなんですよ。本来ならできないことはできるまでやればできるようになるのに、できないから放棄してしまうと、わからないから考えなくなってしまうと、そして頭脳の集積、その要であるスマホはいつも持っているんだけども、頭脳が追いついてないんですよね。そして生活や行動も追いついていなくって、どっかの誰かの答えに翻弄されていくってことなんですよ。なんかやっぱね、検索すると答えにはたどり着くんですけども、答えにたどり着く途中の道ってのは歩めなくなっちゃったんですよね。実はそれがものすごく大事で、このたどり着いた答えっていうのは自分の答えじゃないんですよ。どっかの誰かの知らない人の答えなんですよね。で、そこに依存して自分の人生を預けてしまう、自分の選択を預けてしまえば、すでにそれはもう自分の人生ではないんだろうなというところがありますね。だから答えをあえてね、求めずに、自由に歩いていくことで見えてくるものが多いんじゃなかろうかと思うばかりでございます。それでは今回は上原良二さんということでね、お届けしました。検索してよろしかったら全文読んでもらいたいと思います。そしてちなみに麻雀店のこともうちょっと話しましょうか。麻雀店の時は内心満足でいっぱいなところもありました。それは誰も俺に属してないなってことなんですよ。久保哲郎という人間がね、多くの信頼と注目を集めていたような気がして、閉店した時にはたった一人なんですよ。で、片付けも一人でやり、生産も一人でして、でいろんな業者も自分で呼んで、自分のこの手でね、壁は剥がして、オープンの時に一枚一枚丁寧に貼った壁紙を自分で今度剥がしていくってことですよね。で、当然オープンの時にいたスタッフとか、その時に責任者だった方もいなくって、なんかその切り離されたように私だけがその店に残ったんですけども、結局閉店する時も切り離されたように自分だけがいたということで、寂しいようだけども満足だったですよね。俺は自分で生きていくんだっていうね、その両足を踏みしめた自分がすごく誇らしかったかなと。逆に誰か助けてくれる人がいたら、まだ自分になりきれてないなっていうふうに思ったかもしれないですね。振り返って今は余計に思いますね。やっぱこう一人でやっていかないといけないんだなっていうことは、それがな、上原良二さんと重なるところかなと思います。これも聞け、わたつみの声の中に入ってますんで、よろしかったらご覧ください。